M 式 ATS は名古屋鉄道及び豊橋鉄道で使用される自動列車停止装置である。M 式 ATS は1960年代に採用された ATS である。周波数編集式の地上子を2個1組とし速度、調射機能を持たせる方式をとっている。列車が運転条件に従って適正な速度で運転しているか否か。 特定地点で検知するもので、列車の速度が、小差速度を、超快化で通過場合に、自動的に、非常制度を作用させる、点制御による、パターン方式である。なお、速度計や、速度発電機等の関与はない。終点部分に、地上紙を密集配置するなどの工夫をしており、実務上は、問題がないものの、自作式 ATS の最大の欠点である。 絶対停止が不可能という問題を解決できていない方式である。1997年により豊橋鉄道でも採用されている。M 式 ATS 地上市照地点の位置、照射箇所数、照射速度は路線や運転速度を考慮して決めている。ATS の指揮能として信号源時に連動して列車を停止させる追突。 衝突防止用地上市、主機能の補足機能として、信号源時に連動した、ご出発防止用地上市、ご侵入防止用地上市を設けている。また、信号源時に連動しない付加機能として分岐器、路線集団及び曲線等の速度制限箇所、工事区間や危険区域等の必要な箇所に地上市を設けている。これによる、速度調査が行われている、速度制限区間では、 速度制限表のもとに ATS の表示がある。地上市は名鉄全線及び名古屋本線との共用区間となる JR 東海飯田線豊橋駅平井信号場間で15,817箇所設置されており、さらに増設が予定されている。ありがとうございます。